大阪芸大テレビ音楽祭。毎週大阪芸術大学グループのさまざまなイベント情報、学生や卒業生の活躍の様子をお届けしている大阪芸大テレビですが、その番組内に OUA ミュージックライブラリーというコーナーがあるのをご存知でしょうか。学生や卒業生が制作したオリジナル曲をライブステージやミュージックビデオで紹介しています。今回の放送では大阪芸大テレビ音楽祭と題して、昨年行われた大阪芸術大学グループのコンサートやライブの中からえりすぐりのステージ映像をお届けいたします。悔しくて今日も泣いた。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。大阪芸術大学。芸術系大学としては日本最大級の学科コースを要する総合芸術大学です。造形系、メディア系、音楽系、そして教育系という4つの系統に、今年4月から開設されるアートサイエンス学科を含む15の学科があり、表現者としてあらゆる芸術分野の中で刺激を受けながらアートを学ぶことができます。音楽系学科には音楽学科と演奏学科があります。一口に音楽系といってもクラシックやポップス、音響など幅広い学問領域が用意されています。その一つ、ポピュラー音楽コースではポップスやロック、ラテンにジャズといったポピュラー音楽を網羅。音楽の歴史と背景を学習し、演奏の基礎を固めながらオリジナル作品の創作にも取り組みます。バンド形態でアンサンブルの実習を行うなど、実践的なレッスンも数多く実施されているんですよ。普段の授業とステージでの演奏経験を通して、シンガーや奏者、音楽プロデューサーなどへの進路を目指している学生たちが集います。音楽をもっと自由に、そして心から楽しみたい、そんな学生に最適なのがポピュラー音楽コースです。ポピュラー音楽コースの特徴は、なんといっても年間ステージの充実さ。今日はその代表的なステージを皆さんにご紹介します。まずは大阪芸術大学プロムナードコンサート。大阪芸大夏の風物詩ともいえるこのイベントは、学生たちの間では地方公演の名でも親しまれています。その名の通り、関西圏の各都市を回り、クラシックやポップスなどジャンルの違う音楽を一つのステージで演奏します。大阪芸大の音楽教育の幅広さを体感できるコンサートとなっています。続いてクリスマスポップスコンサート。毎年12月に大阪市中央公会堂で開催される人気のイベントで、ポピュラー音楽コースからえりすぐりのバンドが参加します。豪華絢爛なステージで演奏されるクリスマスソングの数々は、都会の夜にぴったりのムード漂うおしゃれな演奏会です。関西でも屈指のライブハウス、ナンバハッチで開催される卒業演奏会、4年間の集大成として立つステージは熱狂と歓喜に包まれています。圧倒的な歌唱力、演奏力を身につけて、学生たちは次の舞台へと進んでいきます。以上3つのステージをご紹介しましたが、この他にも大阪芸大では様々なイベントを行っています。特に2016年度はサンケイホールブリーゼで行ったジャズ&ポップス、またメジャーレコードレーベルとタッグを組んで高校生を対象に行ったオーディション、目指せメジャーデビュー、すごいよキャンパスターボーカルコンテストなど、音楽系イベント満載の1年でした。この後はいよいよステージの様子をお送りいたします。まずは昨年7月、サンケイホールブリーゼで行われた大阪芸術大学演奏学科ポピュラー音楽コースのステージ、ジャズ&ポップスから、卒業生で結成されたロックバンド、ダビデスファイアの演奏をお送りします。
かアイゼリア。ちょっと待て、ちょっと待て、必要ないものはここに捨てて。地図なんていらない、コンパスの案内もいらない。誰かのための人生なんかがない。背負わずに走っていこうぜ。Catch me up、 内世界がさ、二人で繋ぐタレントタレントさ。海岸線蘇る思い出のサッシャここまで運んできてくれたぜ。昨年3月ナンバハッチで行われたポピュラー音楽コースの卒業演奏会より森田辰富さんのタンポポをお届けします。春の風に吹かれここまで来た。全く何もわからないまま雨に打たれ立ち止まって、風に飛ばされても、夢に向かいただまっすぐに前へと進んできた。たどり着いた場所には同じ夢を持った仲間がいた。夢に向かい
自分で選ぶ道を進め、人混みに揉まれ疲れてくじけそうになっても、ここまで来れたんだから、自分を信じてみよう。ポピュラー音楽コースの他にもピアノや声楽、管弦打楽器などのオーケストラ編成から音響に至るまで幅広く音楽の学びを追求することができます。今後もこの番組では様々な形で大阪芸術大学から発信する音楽をお届けしていきますので、お楽しみに。この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。